生家政科のゆかわです、はい、5年ほど前も、はい、来ていただいて、伏見の料理人さんの紹介で、来ていただいたんですけれども、本当にこう、いろんな料理店などもお付き合いでも、あ、2つほど質問させてください。で、ここに関東への、出荷状況とかも書いてあるんですけれども、何年ぐらいそういう料理屋さんと付き合いがあって、関東とかも出荷されてるのかっていう話を一つお聞きしたいです。でもう一つは、確か前もご専門に、品種改良のことも携わってるってお話をお聞きして、やっぱり思ってみたら水菜も、私の小さい頃は大きな株が水菜でものすごく使いにくいんですけど、今はサラダ水菜とか本当に使いやすくなって、それも普及の一因かなと思っているので、そういった品種改良の話で今これ注目して品種改良されているとか、そういう話があればお聞かせいただけたらと思います。お願いします。まず出荷なんですが、大体皆さん、この生産されている方は農協さんなり中央市場を通じて出荷されています。で、私個人で言うと全てもう個人で、完結してます。生産から、営業から、その配送から、その全て納めまでもうやってます。で、なんていうのかな、中央市場のシステムが僕ちょうど自分には思っているあれには合わなかったっていうのが一つで、ですからもう個人で全てで、あと、個人で関東方面も入れてます。で、京都大阪、平均全国ではプロ向けだけです。で、東京の百貨店だけは、入れてます。で、どうしてもって言われたんで、ほんま入れたくなかったんですが、もう他の、中央市場からどんどん送ってますんで、そちらの方買ってほしいんですって言ってたら、どうしようもって言われて、百貨店には東京の百貨店だけは入れてます。で、あともう一つは東京 のスーパーでいう紀伊国屋さんっていうところですね、そういうところには入れてます。で、あと品種改良の件なんですが、いろいろ携わってるんですが、ちょっとあまり言えないところもあったりとかするんで、それなりに動いてます。ほんで、京大の先生と一緒になって動いていた部分では、今新しい京野菜が出てるので、その京手まり、京赤根、京東菜っていう葉っぱのものであったりとか、あと里芋であったりとか、そういうのを少しずつ改良して出されてますね。で、僕はその時に実証法で その手助けをしてるっていう形で、実際に机の上研究室でのやってるところでは僕は言ってはいますけど、データ見てますけど、ですけどそこでは私は実験してないんで、で、実証法で実際に実験してどうだと、商品化できるかどうかっていうところですね。で、商品化できますよ、商品化しましょういうので今、何品ぐらいかな、出てます。ほんで、京都のこの京野菜もそうなんですが、伝統野菜もそうなんですが、ほとんどがさっきのミブナとかそういうものは京都で突然変異したり、シーガンカボテでもそうですけど突然変異したりしてます。ですけどほとんどが地方の産物です。京都に献上されて、京都でその遺伝子組み換えはしてないですけど、その育種をしていったっていうのが現状ですね。それから昔から京都でそういうふうな育種をされるのがそういう農家さんがたくさんおられたんだと思いますね。そんな感じだってございます。ありがとうございました。他いかがですか。その皆さんとかどうですか。西田さんとか橋田さんとか家庭科に取ってんじゃないか。まずはちょっと考えてもらいたい。品種改良の話があったんですけども、そういう新しい品種改良にするときに、味とかそういうものとしてどういうふうに品種改良
良をしようというのはコンセプトみたいなのあるんですか？ね、育種していく部分の中ではやはりその時代にどういうものが好まれるかっていうものがあって、おネギなんかでもそうなんですが、ふとふとおネギばっかりこれが本当の九条ネギやいうとか出したらで全然その食べはる側はそんな使い勝手が悪いやん、博多版のネギの方がいいやんっていう話になるんですよ。なんで万能ネギって言われたかやったら何にでもできる、薬味にも輪っかが小さいから乗せられる、炊いても細いから柔らかい感じるっていう、あれはあんな言うたら怒られるかも分かりませんけど、今はだいぶ改良されましたしあれなんですけども、もともとは九条ネギの種を博多屋で作ったんです、九州。それがハウスで作るとああいうふうな細くって何にでも使えるようなおネギになって、その、九州の扱ったその業者さんが東京の築地市場にどんどん送られてて、そうですね、1年間そのパレットを言ってその運送の箱グローブがあるんですけど、それに山積みになった状態で1年間生麦で捨てられてたんですよ、毎日。それ空輸してるんですよ、運賃かかってるんですけど、空輸してそれしてるのに毎日1年間全部捨てられてるんです。でその東京で取引する時の、仲良くなった、業者さんがおられて、その方が、博多万能ネギっていう名前を付けられて、それから売れるようになったって言われました。最初なんか博多ネギとかなんか言われてたみたいですね。九州のほうが上でとかいう話だったらしいです。そうやっぱり関東は白ネギが圧倒的に消費が多いです。青ネギとか京都のこういう九条ネギ消費はされてますけど消費は少ないです。やっぱり白ネギですね。関東の方おられたらそうですよって多分言われると思います。どうでしょう、いるおられないですか？いないですかね。いないですね。本当にそういうような部分があるので、だからその時代と消費される人たちの思考に応じたものを改良していくっていうのが大事だと思います。ですからうちらでやったのは別に品種改良じゃないんですけど、面白いのはその九条ネギなんですけども、その出たとこすぐ鉛筆のこのシャープペンシルの芯ほどのやつ、それを出したら大受けやったんですよ。そしたら九条ネギ作るのに1年以上かかるんですが、種から芽出たとこ出したら数週間で済むじゃないですか。種から芽出たとここんなぐらいですよ、ね、だからこれがすごく珍重されたんです。ほんなら軽くて高く売れて期間が短い、今大儲けしてるんですよね。何に使われるんですか？フレンチとか出てますわ。多分食べてはると思います。あ、そうなんですね。はい、多くはもともとは香りメネギって言われるやつで使われてたんですが、これが九条ネギでダッシュグリーンやったらこれを使うっていう、九条ネギっていうのが歌えるからその方がいいって言われて、京都のそのあれを使ってるっていうの で関東 の高級フレンチでもうどんどん出てましたし、面白くって、もう一つもう過去のあれなんで言いますけど、ミブナなんですけど、先ほど出てたミブナ、もともとは3キロほどこんな大きい株だったんですよね。でだんだん次、皆さんが消費するだけの束になって袋に入ってっていう、あれぐらいの200グラムのそのものが出だしてきた、そのあれが出てるんですけど、料理屋さんはあれではダメって言われて、うちに、そうですね、手のひらこれぐらいのサイズのものを身舟で作ってほしいと。でそれもちゃんと味が乗ってて、そのちゃんと色もあって、で葉っぱこういうふうに丸くするんですけど、ポキンと折れるんですよ、軸が。折れないようなものを出してほしいと言われて作ったんですよ。それがバカウケになって、それも日数は短くて値段高くて
出ていく。で関東 の今言った紀ノ国屋さんなんかでも毎日何十パック出てたんですよ。さあもうこっち生産するのに落ちかへんから。でそれを開発して出して、でまあ俳優たら何て言うんですか、その軽くて速くてうまいことできる、まあ、その2つ見て、まあ、そうだったですね。で儲かるというだから農家っていうのは何て言うんですかね、そのアイディアがなかったら儲かりまへん。要するに野菜をデザインするっていうんですか、その普通に物を作ってるっていうことだけではやっぱりダメですね。だから私ら今日は言ってなかったんですが、フランスに仕事に行ったり、でイタリアへ行ったり、ではたまた中国に行ったりして、いろんなことをやってみてます。で中国では自分のこの野菜の生産じゃなくてお茶の生産です。でそれも天茶です。天茶をどうして甘く作れるかっていうのを教えてほしいって言われて、専門ちゃうんですけどって言ったんですけど、お前ならできるって言われて、ほなここあれそこですってやらして、3年で天茶作りしました。で OK、 だからそういうアイデアが大体必要なんですよ。だからどこ行ってもさ、もうあっち行ってもこっち行ってもそんな話ばっかりで、先ほどちょっと先生が言ったんですけど、全然畑違いのことをやらされてるんです。でだから私はよく言うのは、アイディアは常に磨いて、で胃の中の蛙にはならないようにする。外へどんどん出ていってもらう。だから、まあ、フランス行ったり、イタリア行ったり、中国行ったり、そういうやり方をしてます。百姓でだから先生に言ったんですけど、日本にはいないんです、怒られてるんですって言ってるのが現状だったんですよ。そんな感じです。だからそういうふうなことを農家でもできるっていう、それが大事なんですよ。だからただ言われたことをそのまあしてるんや、まあ、人間のまあ何て言うんですか、人生の一つの中で、言うのはその言われたことだけしてるんじゃなくて、自分がアイデアを出して早く何かをしようという、そういうことが大事かなと。そういう意識改革をしたらば、すごく面白く人生過ごせるんじゃないかなと思いますね。なんか最後は野菜から人生みたいな感じちょっと濃くなりすぎましたね。なくても、いや、なくてもいや、結構みんなうーんっていう感じの雰囲気になって、実は兄弟の院生を教えてまして、院生が今度就職するのもあるんで、その就職するときによくみんな悩むんですよ。どこ行こうとか言って、なんか今日やったらみんな行くとこ好きなとこ行けるやんって言うてるんですけど、そのね、好きなとこ行ける中にも悩むんですよね。おかしいんですね。だから僕が言ったら、自分がアイディアを出せるところへ行けって言うてるんですよ。そういう話をしてるんですよ。だから研究を一生懸命やってて、自分の持ってるもんがあって、それと畑違いのとこでもいいけども、行ってアイディアを出してこない方はトップにならへんで、それで頭に入れて就職制限どこでもいいって言ってます。ございました。本当にまあ、教員になる人たちがほとんどなんですけども、まあ、でもそれでもやっぱりね、自分で自分の強みを生かして、やっぱり学校の中でね、本当にいろんな形で活躍してほしいなとは望んでいますので、今日の話本当に最後うまくそこまでこうお話ししていただいておかなというふうに思っています。じゃあこれで終わりたいと思いますので、最後に拍手を持って終わりたいと思います。どうもありがとうございました。